チャンネルでは宇宙意識のことだったり超意識についてお話ししております。もう人間意識と呼ばれている意識をですね、卒業して魂の意識である宇宙意識の方に合わせていって、地球をもっともっと楽しんでいくっていう、行きましょうっていうね、話をねしております。今日話したいなって思ったことは、超意識の世界ってネガティブがあるとつながれない領域なんですけども、そのネガティブっていうのは、自分に許可が出していない部分だったりとか、自分のことを自分でダメだと思っている部分だったり、自己卑下とか自分責めとかね、なんかそういった部分でもあるんですけども、その自己肯定感、セルフイメージに関わることで、やっぱりセルフイメージが低いと、人の幸せとか人がなんかの成功とかをちょっとなんか自分がね、うまくいってなかったりすると、それを見て素直に喜べなかったりとか、なんかっていうね、素直に喜べなかった、で自己肯定感が高いと、ああすごいってなるわけじゃないですか。ああすごい、私もすごいし、あなたもすごいって、私がすごいってふうに思えてるわけだから、わあすごいっていうね、おめでとうっていう、素直に喜べるわけなんですね。でも潜在意識ってね、人に思うことも自分に思うことも主語がないので、人に対してね、素直に喜べないとか嫉妬とか妬みみたいな気持ちが持ってしまったら、潜在意識はそれをね、自分ごとのようにね、捉えているわけなんですけども、でもね、その自己肯定感が低いくって、真面目な人ほどその素直に喜べなかった自分に対してまた責めてしまったりするわけなんですよ。真面目でね、こう優しい人ほどそこの自分へのダメ出しっていうのがなんか大きくなってしまったりね、すると思うんですけども、その方、そういった方、そういった出身の方、もう朗報でございます。そのね、力っていうのは、めちゃくちゃこの繊細な、エネルギーじゃないですか。繊細なエネルギー、言い方を変えると、微細なわけなんですよ。微細な感覚をお持ちで、微細ということはですね、細微子なんですね。素粒子のね、細微子でサイキックなわけなんです。で、その感覚のお持ちの方は、ヒーラーだったりとか、ライトワークです。ライトワーカーにものすごく才能をお持ちだということです。こう自分をね、こうもうとことん責めてしまった、もう変えていこうっていう慈愛の方にね、矢印を向けるわけじゃないですか。向けていただくんですけど、自分を愛する力をつけていくと、人のことも自分ごとのように愛していけるということですが、そのね、自分なりに自分のことを愛せば愛すほど人のことも光で見れるようになると。で、そういった方はもうヒーリング能力がめちゃめちゃ高いので、ヒーラーの素質であったりとか、ライトワーカーの素質、コーチングだったりとか、
こういった宇宙意識をね伝えていくとかね、人のいいところを見つけるっていうね才能がめちゃめちゃあるわけなんです。なのでね、自分をすごく責めてしまう真面目な方ほど、自分を大切にしていただいたら、こうね、こう陰極まって陽に転じるっていうね力がすごく働きますので、あーね、自己肯定感が低いわーっていう風にね思う宇宙人タイプの方もう朗報でございます。そうそう、でもう関係本当にね、過去ってどうでも関係ないんですよ。過去と現在と未来ってもう時間って本当につながってないんで、点点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 のわけなんですよ。もう点点点と点でプランクタイムでもこう 0.00 何秒のこう点でしかないというね、つながっていそうでつながってないので、もう実はもうはい変わるって思った瞬間に変わるっていうねことがあっていいわけなんですよ。で今まで自分がこう過去の失敗とか引きずってしまうっていうのは、過去とねただただエネルギーコードがつながっている状態なので、もう未来にねつなげていくという、宇宙意識に合わせて未来の自分にねつなげていくっていう癖なんですよ。これはもう脳の筋トレみたいな感じで、意識を変えるとき、まあね周りのねこういった宇宙人タイプの人がいたら、その方のねお話を聞いていたりとか、そこに合わせてね自分も話したりとか、あそうだよねそうだよねっていう風にね言ってると、またどん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 ねその意識が自分に定着していくっていうことなので、ぜひぜひぜひそう、もうねもう宇宙人に帰っていって、楽しく地球のね現実創造を楽しくしていきましょうっていうステージです。ヒーラーライトワーカーの皆さん、もうね今年ボーナスタイムなので、今年はねボーナスタイムってすごい言われていて、でこういうのもあそうなんだって思って楽しんでいくと引き寄せがめちゃめちゃ起こると起こります。そうだ、そこのね自分がそうなんだって思って、あ引き寄せめっちゃ起こるんだってワクワクしたら、もうそうなるわけなんですよね。だからねもうこの動画を見てくれた方、あ今年ってボーナスタイムなんだ、今年って、やったらもう来年10倍返ってくるんだってぜひ思っていただいて、その通りになるのでどんどん楽しんでいきましょう。はい、ということで超意識ですね、もう皆さんの中にある意識で、潜在意識もう数パーセントです、 3% ぐらいで、潜在意識めちゃめちゃ大きい、その下にある超意識もう皆さんの中にある、確実にある、もういつもそばにある意識です。でもうここをね使っていくんだって、あ潜在意識を使いこなして超意識も使っていくんだっていう風に思った方はつながれるので、ぜひ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 ね、潜在意識を使っていくっていう、もう頭で考えない、頭で考えないってそうでもそう潜在意識を使っていくんだっていうね、よりスムーズに現実創造していけるわけなので、そっちを使っていくんだっていう風にね思ってもらって、でいつもこの宇宙だったり魂っていうのは自分発信なので、自分が聞かないと、自分が聞いたりとか、自分がねこうつながりに行かないとつながらない領域なので、ぜひそういった使い方をして、もっともっとここの肉体でいる、今いる人生を楽しんでいきましょう。
ということをね、お伝えしたくてやっています。公式 LINE とかで毎日じゃないんですけど、メッセージ配信していたりとか、そういうのもね、目にする回数をたくさん増やすと、あ、宇宙意識ってね、意識が寄っていきますので、はい、みんなでね、どんどんこう次元上昇して地球をね、楽しむっていうね、フェーズに入って、宇宙の法則を使って生きていきましょう。はい、ありがとうございます。